トヨタ 87C、トヨタ 87C、T オヨタ 87C は、1987年、全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権、JSPC、および、ルマン24時間レース3専用のトヨタのグループ C カー、後継機種である 88C についても記す。モノコックは、ドーム製作のアルミ製で、基本的には、 前年型トムス 86C の発展、改良型である。トムス使用者はトヨタ 87C、ドーム使用者はドーム 87C と呼称する。この 87C からトヨタのワークスマシンとしてトヨタの名前を関するようになった。トヨタの名を関するプロトタイプはトヨタ7以来となる。ホイールベースは 86C から1 0 0、mm、トル延長され、前年の WEC ジャパンで トムスが持ち込んだ予選用車シーと同じ 2700mm となった。リアウィングはミッション装着の独立式に変更された。エンジンは 86C と同じ 3SG2.1 リットル直列4気筒ターボ。87C から液ゾーストマニアホールドターボチャージャー、ウェイストゲートバルブ冷却用のラジエーターが追設された。タイヤはフロント リアともに16インチホイールを装着していた 86C からブリジストンを使用するトムスはフロント17インチ、リア19インチにダンロップを使用するドームはフロント17インチ、リア18インチへとホイールが体系化された。トヨタは1987年の JSPC にトヨタチームトムス TTT ドームから各1台の2台体制で参戦した。 トヨタの名を冠するレーシングチーム名も1960年代の日本 GP 以来となった。開幕戦の鈴鹿 500km でトヨタ 87C は予選5位からスタートし3位に入り表彰台を獲得。ドーム 87C は予選6位からスタートしピットストップの際ホイールが外れないというトラブルが起き16位終わった。 このレースでは十分な数のエンジンが揃わず、スペアエンジンにもこと書く状態であることから 1000km レースに向けてのテストと割り切って、決勝レースを戦うことになった。そのため、燃料総量も 500km レースの規定の275リットルでは、なく 1000km レースの規定の半分255リットルで 500km を走ることになった。にもかかわらず、 トヨタ 87C が優勝したポルシェと同一周回の3位でゴールしたことはシーズンの展望に希望を持たせるものであった。雨の中開催された第2戦、富士 1000km では予選2位からスタートしたトヨタ 87C がスタートと共にトップに立ちそのまま優勝。トムスは JSPC 初優勝を飾った。 ドームの 87C は11周目に他社と追突し、リタイアした。ルマン24時間には、ドームは出場せず、TTT の2大体制での参戦となった。予選14位スタートの36号車は、レース開始1時間半で、ガス欠により、予選16位スタートの37号車は5時間半目に、オー,オーヒートで、それぞれ、リタイアと惨敗に終わった。 ルマンから帰国後最初のレースとなる、第3戦、富士500マイルは、豪雨の中行われ予選4位スタートのドーム 87C が3位に入り、予選2位スタートのトヨタ 87C は63周目雨水に乗ってスピンし、例を終えた。スピン続出のレースは93周で打ち切られた。第4戦、鈴鹿 1000km で、トヨタ 87C が、 ポールポジションを獲得。ドーム 87C も予選2位に入りトヨタ勢がフロントローを独占。決勝ではトヨタ 87C がトップを独走し、レース終盤にはペースを落とす余裕を見せてシーズン2勝目を挙げた。ドーム 87C は40周過ぎから降った雨に足をすくわれてスピン、その後リタイアした。WSPC 第10戦。 JSPC 第5戦として開催された WEC ジャパンでトヨタ 87C は予選2位。ドーム 87C も予選3位と高位置からレースをスタート。トヨタ 87C は燃費を無視した走りでトップに立つも燃費が苦しくなりその後ジャガーにトップを明け渡す。ペースを落としながらも上位グループでレースを続けていたが100周目リタヤに終わった。この時の原因は 燃料の消費を少なくしようとエンジンの暖気を怠ったため、ガスケットが吹き飛んでしまったためである。ドーム 87C は15周目エンジントラブルでリタイアした。WSPC 第11戦、JSPC 第6戦として予定されていた西仙台スーパースプリントは開催直前になって中止が決定し、次の富士 500km が JSPC の最終戦として行われた。 ここまで、トヨタ 87C に乗るチェフリースがタイトル争いのトップに立ち、国産マシンに乗るドライバーによる初タイトルの可能性があったことから、TTT は36、37号車の2大体制で最終戦に臨んだ。しかし予選は36号車が9位、37号車は10位とシーズン最低のグリッドに沈み、さらにドーム 87C は雨の中行われた。 予選1回目で 300R でスピンし、マシンを痛めたため決勝は欠場することになった。そして、決勝レースでもリースの乗る36号車は、潤滑系のトラブルで早くもオープニングラップで、白煙を吹きリタイア。37号車も7周目エンジントラブルで、リタイアとタイトルをかけた一番はあっけなく終わり、ドライバーズタイトルは優勝したアドバンポルシェに乗る、高橋国光が逆転で獲得した。 トヨタは1988年の JSPC シリーズの後半にニューマシーン 88CV の投入を予定していたが、それまでの JSPC シリーズとルマンには 87C を改良した 88C で戦うことになった。88C はモノコックゆか部をカーボン化した以外は基本的に 87C と同じ仕様である。1988年、 1989年に製作されたものを 88C と故障し、シ,ャシーナンバーは 87C と連番である。1987年をもってドームは JSPC から撤退し、トヨタはトムスによる二大体制で JSPC を戦うことになった。開幕戦の富士 500km で36号車は予選4位スタートから6位、37号車は 予選12位スタートからの7位に終わった。共にトップから3周遅れでゴールした。1988年シーズンから国内のポルシェユーザーにも全水冷3.0リットルエンジンが供給されるようになり、レースではポルシェ勢が1位から5位を独占。88C は予定通りのペースで走ったがポルシェに乾杯を喫した。第2戦、鈴鹿 500km で 予選11位スタートの37号車が5位に入賞。36号車は予選4位からスタートし7位でレースを走り切ったものの、オフィシャルの不手際で悲観燥扱いとなった。その後、ネジやボルト等の切削を施し、約1 0ラムの軽量化に成功して臨んだ、第3戦、富士1 0 0 0トルで36号車は予選2位とシーズン初のフロントローを獲得。 レースでは年表を無視した走りでトップに立つが、その後ペースを落として6位入賞。37号車は予選5位からスタートしたが、途中アクセルワイヤーが切れたため、ティフニー・デルがダンロップ指揮で一旦止め、マシンを降りて応急処置を施して、ピットへ戻ってレースに復帰し、結局10位に終わった。ルマン24時間レースでは36号車が予選8位。 37号車が10位と TWR ジャガーやポルシェを使用する有力プライベーター勢に割って入る高グリッドを獲得した。決勝レースでは1986、1987年と2年連続で全滅しているトヨタは予選より20秒ほど遅い1周3分45秒程度で走行し乾燥狙いに徹した作戦を取った。 このラップタイムでもシングルフィニッシュは可能であるとチームは考えていたが、順調に周回を重ねた36号車でも12位にとどまり、2度のコースアウトのほか、メカニカルトラブルにも見舞われた37号車は24位に終わり、シングルフィニッシュとはならなかった。JSPC 第4戦、富士500マイルでついに 88CV がデビュー。十六号車が十八 c から十八 c V にスイッチ。88C は37号車1台のみとなる。予選5位からスタートし53周目スピンし、リタイアに終わった。第5戦、鈴鹿 1000km で37号車が予選7位からの、スタート。会長に走行し、上位グループでレースを進めるが、給油中に火災を起こし、タイムロス。5位に終わった。WSPC 第10戦。 JSPC 第6戦の WEC ジャパンから 88CV の2大エントリーし、88C はスペアカー扱いとなり、鈴鹿 1000km が 88C の国内最後のレースとなった。トヨタは1989年から WSPC にもフル参戦することになり、1989年シーズン用のマシンとして 89CV 製作した。 WSPC 開幕戦の鈴鹿には、トムス、サードが 89CV をエントリーさせていたが、ヨーロッパラウンド初戦の第2戦ディジョンには、トムスギガバイトの 89CV の準備が整わず、88C を使用することになった。アップダウンが激しく、テクニカルなディジョンで、高いコーナリング性能を持つ 88C はフィットし、予選ではこの年タイトルを獲得することになる。 ザウバーゼーに割って入る2番グリッドを獲得。レースでは、ラストラップに、ジャワーがガスケでリタイアする幸運もあり、トップから1周遅れの4位と予想外の活躍を見せた。ルマン24時間レースにはトムスから 89C、V と共に1台が出場。予選25位スタートから開始1時間半の20周目に、スピンし、リタイアに終わった。 アートヨタは1989年からイムッサ、GTO から GTB クラスにステップアップ。3S、G エンジンをアーが開発した HF89 に搭載。1989年シーズンに向けて開発を進めたが HF89 が初期の性能目標をなすることができず、アーは比較検討用として日本から持ち込まれていた 88C も併用して、 GTP シリーズに参戦することになった。88C は、オイルタンクの容量拡大、ディフューザーの大型化、ターボ冷却用ラジエーターの撤去等、イムスサ使用への改装を受けた。デビュー戦のデート二24時間ではオーバーヒートで、リタイアしたものの、その後第4戦ロードアトランタ、第6戦ライムロックで、ポールポジションを獲得。第5戦、ウェストパームビーチ。 第9戦ワトキンズグレンデサミー入賞。第13戦サンアントニオでは2位入賞と HF89 を上回る活躍を見せた。88C のイムッサでの活躍は1989年の1年のみで終了したが、3SG エンジンはその後も TRDUSA が改良を続けながら、アートヨタで使用され1992年。 1993年と2年連続でイムッサ GTP クラスのタイトルを獲得。1993年のデートな24時間制覇など素晴らしい成績を残した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。